ご覧の通り、TKG ですね。じゃあまず普通の卵、こちら行きましょう。冷凍卵です。これをもうボンと味比べしましょう。まあ、至って普通の卵かけご飯ですね。冷凍卵の方行きましょちらは冷凍卵で作った方が確実に美味しいです。これで天ぷらを作りたいと思います。揚げていきましょう。ではちょっと切っていきたいと思います。まず普通のゆで卵の方ですね。はい。では冷凍卵の方いきましょう。あーらー。とろっとろ。まずこちら普通のゆで卵ですね。じゃあ次、冷凍卵いきましょうか。いやー、このとろっとろぐらいたまんないですね。いやー、これ正直、高知つけがたいですけど、これ好みですね。こちらがゆで卵。こちらが冷凍卵の黄身で、みたらし団子なんかを、いただこうかなと。パサパサ感、刺した感じ若干もっちり感ありますね。歯応えは完全になんか、お餅ですね。これ実は卵の黄身なんですよって言われても、さすがに気づくレベルですけど、完全に冷凍卵の、完勝ですね。